はい、小学校6年生英語です。次回がね、まとめのテストなんですね。それなんでね、まあ、今日はその内容ということでね、ちょこっと紹介していこうかなと思うんですけれども、まずはね、テキスト22から27。実は今月はですね、夏休み中ね、復習ということで、新しいお話、やってないんです。はい。復習ばかりということなんでね、先月の内容ともほぼね、同じ内容なんです。ところが、全く同じじゃ、それはつまんねえからね、ちょっと変えましたところがですね、単語の部分、まあ、これは対策プリントを見てもらえればね、出てるんですが、単語をね、20個いつも書いてもらってますね。あれを今までの10個にして、10個に絞って、残りじゃあ10個は何をしたかというとですね、数字です、数字。1、2、3、4、5、1から5を英語で書きましょう。それから曜日。日曜日からサンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、トゥースデー、ね、木曜まで。はい、ね、こいつ書こうぜっていうことでね。結構、まあ数字はまだまだいいんですが、曜日の方がちょっと大変ですぜっていうようなところでね。はい、ね、前回の内容ね、全く同じのにプラスして、はい、数字と曜日をちょこっと書いてもらおう。それからですね、ちょっと文章としてね、少し予習的に、この先の話なんだけどもね、こんな文章をね、紹介しまして、こんなものもテストに出していこうということでした。はい、そうしますと、じゃあまずね、ちょっと見ていきましょうね。Hi, Nancy. ね、なんてありますね。Hi, Nancy. Hi っていうのは、はい、こんにちは。ね、こんにちはというね、意味ですね。はい、ですから、Nancy、人の名前だ。あ、これに対して、おう、こんにちは、Nancy っていうことだね。Hi の後に、カンマが入りますよ。Hi, カンマで、Nancy。はい、こんにちは、Nancy。はい、そして、I am Masao. I am Masao. まあ、Masao はまた人の名前だね。で、I っていうのは、私は。am は何々ですなんていう意味がある。はい、ですので、I am Masao なんていうことでね、私は Masao ですということなんだね。はい、I am 何々、私は何々です。I am Masao、私は Masao ですということになったのね。はい、そして、You are Masao。ね、You っていうのは今度はね、あなたは、ね、あなたはという意味があって、で、are はね、やっぱり何々ですなのね。はい、ですから、You are Masao で、あなたは Masao ですなんていうことですね。はい、そして最後にまたご挨拶、Nice to meet you。Nice to meet you。ね、なんていうことで、はい、これね、Nice が To が Meet が You がそれぞれの意味がっていうことじゃなくて、Nice to meet you っていう一つのね、まあ、まとまりとして、初めて会ったとき、初対面の挨拶ですね。例えば、はじめましてとか、例えば、お会いできて嬉しいですとか、そんなような意味でということでありました。はい。それなんで、まあ、またまた言ってして、そして今日は短いんですけれども、はい、前回までの先月の話に、単語だけちょこっと、まあ、単語だけだから単語ね、5個ずつ、ね、数字5個、それから曜日5個で10個ね、入れ替えてみました。それから、ね、こんな英作文もね、ちょこっと4つだけプラスしまして、新しいものをちょっと覚えてもらおうかな、というようなところでございますね。はい、ということなんで、ちょっとその変更点というか、プラスした部分だけ、今日は紹介ということで、まあ、短いですが、こんなところでございます。特に、曜日、いっぱいいっぱい練習してください。はい、そしてぜひとも、先月は3人100点出ましたけどもね、もっともっとわんさかわんさか100点が出ますのを期待しております。はい、では、またこんなところです。